shadow of a smile when you YouTube、ね、世界で YouTube されてる方の中で言えば、まあ、底辺なんですけど、まあ、私が一般人としてやってる中で100人っていう数字は結構嬉しい数字ですの で, で先日のダンス動画の時にこの100人を超えたんですけど、その後またお決まりのですねゆいかご配信とかをしていると登録者数がまたこうちょっとずつ落ちるっていうような感じですね。まあ私的にはですねこのゆりかご配信とかそれが私そのものなのでですねまあそのみんなさんが楽しめるその人気動画でずっとそれを維持してですねチャンネル登録者数とかそういうのをやるよりも自分の字が出た自分のですねそのものが出たゆりかご配信のままでの登録者数が減ってもそれが僕はそこで残ってる方がまあ本当にそのこのチャンネルを聞いてくださってる方なんだなっていうふうに私は思ってですね、まあ例えば中島さんが本編をやるけどおさむチャンネルをやると登録者数が減るっていうふうに言われてたんですがまあそれと似たようなもんですね。ちょっと私は私でそういうふうな感じに思っています。私はですね最近ちょっと大変な自分が変化していることを、今日もすごく感じてしまいました。何が変化しているかっていうところなんですが、きっと皆さんも変化していってるんじゃないかなって私は思っています。ですね、特に私の場合はですね8月から、責任者側の方の人間になりましたので、会社の中でですね、まあ、人の上に立ったりとかそういうことはですね結構精神的なストレスとかですねそういうものがあって大変ではあるんですけど、ですね要は人の上に立ったりとか仕事をマネージメントするっていうことは責任は伴うんですけど自分の好きなように仕事を進めるっていうことができるんですよ。まあ失敗したらもちろん責任があって責められたりとか降ろされることもあるかもしれませんけど、逆にですね、まあ今できてる、まあそれを任せてもらってる状態だと、毎日ですね、いろんな仕事の動かし方を自分の職場をいろんな人間に、ね、役目を持たして自分の好きな方向にですね他部署と調整して物事の問題点を解決していくとかそういったことが可能になってくるんですよね。
これはですね、ちょっと、まあ、今までちょっともうちょっと早く経験しておけばよかったかなとは思うんですけど、今日はその辺がですね、で私がこのような、状況になって耐えれるっていうことが、多分ですね、私以前の私がこの今の状況を引き受けて、まあその職場のですね長になった時にやっていけるかなっていうか、それだけの器とか、あの少々のことでおじけづいたり、ひるまってしまうとダメなんですよね。でそういう意味合いをおいてですね、ちょっと今音楽を戻したんですけど、そうですね、で、こういう状況でひるまずにおじけづかずに、いろんな物事、ね、他部署とかいろいろ衝突があるんですよね。うちは品質管理部と、例えば設計部門とか、生産技術部門とか、製造部門とか、そういったいろんな部署のエキスパートと、私品質部門のエキスパートがですね、ぶつかってですね、で何をどうやっていくっていうのを決めて各部署を動かしたり、まあうちが動かされたりっていうこともありますし、でそういったコントロールをして最終的に自分のいる、品質管理部を私が回していくっていうような状態ですね。で品質管理部っていうのは、うちは製造業なんですけど、顧客に製品を納める最後の砦なんですよね。ですから品質管理部がうまく機能していないと会社の窓口にもなるところなんで、まあ、営業と一緒にですね、品質部門での窓口っていうのが品質管理部門なんですよ。でそういった会社の信用を引き受けてですね、品質を、より良くして維持してっていう状態で、最終的な顧客、それからユーザーですね、まあ、私は自動車製造業ですので、実際に自動車に乗る方っていう方々がですね、快適に使えるようにっていうようなものを、品質を維持しなければなりませんといったような、仕事をやっております。でですね、やっぱり例えばいろんな外来要素があって、自分にいろんなものが降りかかっても、それを遠くから見つめている自分がいるんですよね。でそれに対して、まずは一回そのいろんな外乱が起きて自分に降りかかってきた時に、それを受け止めてダメージを負う自分が昔の自分です。一回ダメージを負ってしまって、うわー大変だ、どうしようってなってたのが昔の自分なんですよ。今はどんな自分かというと、まあいろんなダメージというか、いろんな外乱が私に向かってやってきます。いろんな問題が降ってきます。顧客から不具合があったと報告があったりします。でそれを受けたら、私はダメージを負わないんですよ。それを受けて、で受けた自分はそれに対してどういうふうに行動すればいいのかっていうのを頭の中で演算して、それを演じるという部分、それだけなんですよね。外界から得たその情報ですね、自分がその情報をうまくですねコントロールして、いろんな部署、自分の部署、工場とかいう部分にですねコントロールして、でまあそこも外から来たものに自分が外に返事をするっていうだけの話なんですよ。でそれを一日やり過ごして、で、まあ、家に帰ってくるっていうようなことをですね、この8月からやってるんですよね。もちろんですね、自分がどうであれやることは変わらないんですけどね、ただ頭の中の思考ルーチンがもうちょっと変わってきているので、でかなり冷静にですね、相手が例えば本来緊張するであろう目上の方、上の方、ね、会社のトップに近いような方であっても、
自分の、あの気持ち誠意とそれからやったことをしっかり伝えるということが、おそらくですね、今日はですね、まあ部下長会議みたいなのがあったんですけどね、各部門が集まって、で、まあ、常務クラスの方にいろいろ報告をするわけですよ。もう報告するのはですね、各部署も何回もその場所を覚えてきて、で皆さんビビりながらも説明をすると。で私がですね、まだですね、2回目ぐらいですよ、その場に出たの。今の部署の責任者としてですね、常務などに報告をします。ですからですね、あの私はあの言いたいことをはっきり言って、で、あのこういうふうにするべきだっていうことをはっきり結構ひるまずに言えたと思っています。でそれはですね、あの本来であったらビビったり緊張したり、どうしよう、まだこんな場慣れていないのにってなるのが、まあ、もしかしたら普通なのかもしれませんけど、私はですね、もうなんかその自分がどう思われようが関係ないじゃないかって、言いたいことをしっかり言って、で、言いたいことをしっかり言って、で、それでどうなろうが、あのまず相手に言いたいことを全部伝えたいんだっていうふうなスタンスでやってます。まあそれもですね、どう言ったらいいんでしょう、まあ予想ですね、自分はこういうふうに言われるんじゃないか、こんなふうに言われて仕事がたくさん増えたら嫌だなとか、そんなね、ありもしない未来をですね、勝手に自分が心配して、で今の自分がひるんでしまうっていう、そういうことにはね、もうならないじゃないですか。長嶋さんの話を聞いてたらならないんですよ。もうそこはもう私もしっかり自分のものになったと思っているので、だから過去の自分の失敗とかもあるんですけど、その失敗を悔やんだりはしない。だけど失敗を生かすことは覚えました。これからの先、予想されるであろう困難っていうことは、今困難だと思う必要はないですよね。そんなことですね、まあ、私は一日、次の日一日をどんどん、自分が満足して、でそれを終えることで、自信を自分にもつけることができています。もちろんこれから失敗もたくさんあるとは思っていますが、こんな感じですね。私が言いたかったのは、長嶋さんが言われた言葉をですね、自分の特に役に立つ部分の言葉を自分のものにすることで、自分の、仕事が今はメインで、ちょっと頭の中のパーセンテージが大きいの で、その部分をいかにこう良くするか、自分にとって負荷がなく、しかもうまく成立して、で終わらせて、で家に帰ってくるということがかなりできるようになりました。しかも苦しまずに、とってもいいことですよね、僕にとっては。苦しまずに家に帰ったら、例えば家に帰っても疲れてぼーっとテレビを見るような自分ではなくて、こうやって自分の思っていることを世界にばらまくような余裕があるんですよ。これ私の中でですね、ものすごい化学変化が起きてるんですよ。もう私自身がびっくりしています。とても自分では予想ができなかったことなんですよね。なんでしょうね、私は今までですね、自分の中の変化っていうのは、時々感じてはきた瞬間はありましたね。例えばですね、私は今広島に住んでいますが、広島を離れて一人でどっかに旅行行った時、例えば京都や関東の方に行ったりとか、九州に行ったりとか、で別の地域の人たちと触れ合ったり、別の世界を感じることで、いかに自分が狭い範囲でちっぽけに暮らしていたのかっていうのを理解して、で、ちっぽけなその自分の広島っていうところに帰った時に、より大きな自分になってるっていうことが今までありました。でそんなスタンスを持つことで、普段考えている悩みやいろんなことがちっぽけなことなんだなっていうのに気がついて、で
あのその都度ですね、あの旅に出たりとかそういうことで、あの自分の中のどう言ったらいいんですかね、あの淀みの部分をなくしてしまって、よりあの広い範囲であの世の中の人を見ることができるようになったっていうようなことは今までもありました。だからですね、その時の小さな自分が旅に出てある程度大きくなる。だけど例えば今のこの私が、まあいろんなことが感じれるようにもなってしまってる私が、同じように同じ行き先で旅に出ても感じるものは10倍にも20倍にもなっている、変化しているわけですよ。だからですね、例えばあの今日の長嶋さんが別府に泊まられてますよね。長嶋さんはもういろんなことが、もう素晴らしい方ですね。感受性も高くていろんなことをかなり高いレベルで感じている方だと私は思っているんですが、そういった方が、普段住まれているエリアから別のエリアに行ったらどんなにいろんなことを感じられるんだろうなっていうのは容易に予想ができますけど、私もですね、なんていうかもうそんなこともなんかこう感じられるようになったっていうかですね、まあこれからのですね、まあ私もあと30年ぐらいは生きるんでしょうかわからないですけどね、どんどん毎日ですねやっぱり成長するっていうことが楽しいですね。50過ぎてもずっと成長し続けるっていうことがその人の幸せなんだなっていうことを私は理解しました。では皆さんおやすみなさい。